レイフ・セーゲルスタムは、フィンランドの指揮者、作曲家、バーサ出身、シュベリウス音楽院やニューヨークのジュリアード音楽院で学ぶ。ウィーン国立歌劇場などで、ヨーロッパ各地で指揮者を務める傍ら、ドイツのラインラントップファルツ州立、フィルハーモニー管弦楽団などの常任指揮者を長く、務め、また作曲家として、数々の作品を発表している。特に公共曲は、 移植なしで自主的に作曲しているにもかかわらずハイドンを超える超多作ぶりで300曲以上に達している。指揮者として客演する際、自作の公共曲を演奏することもある。指揮者のいない空間を作り、コンサートマスターを指揮台に上がらせ、自らオーケストラピアノを弾くための作曲であるとされている。それらの公共曲の演奏は多数。 YouTube 他の動画投稿サイトに投稿されている。シベリウスなど北欧もの,のほかマーラーやベルク、ワーグナーやプッチーニなどのイタリアもののオペラなど、幅広いレパートリーを誇り、自作を含む数々のレコーディングも行っている。広告の指揮の名教授、ヨルマパヌラを継いで、シベリウス音楽院の指揮家の教授でもある。1995年から2007年まで、 ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督も務めた。多数の公共曲については、当初はインク書きですべてのパートが判読可能な程度に寄付されていたものの、近年の作曲はすべて鉛筆の判読困難な書き付けで自由な不確定性が達成されているオープンスコアである。不確定性があっても全体の火星や旋律が大きく演奏のたびに、 変わってしまうということはなく、ピアノの前に座っている、セーゲルスタム本人あるいはコンサートマスターが指示を出して、次のセクションへ移行する。還元打楽器が自由に打ち鳴らされるものの、通常の奏法が多用されるため、たとえ音量が大きくなろうと、騒音主義的では全くない。その演奏の実態は YouTube に投稿されている、多数の動画で参照できる。 編成は二巻編成が多く用いられている。楽譜の多くはスタンプで一部が隠された PDF のみ、フリーダウンロードで、私的な印刷、閲覧及び研究のみ可能である。校の演奏には必ず、フィンランド音楽情報センターからの許可が必要である。二回結婚し、五人の子供を設けたが、すでに離婚した。ありがとうございます。